ていうかずっと虹できてるやん。なぜさ今日のメニューはどんな感じですか。よし行こうよ陸。行きましょう。マルさん。サボサラ。おはようございます。鮭じゃねえだろ。それでちょっと。おはようございます。お願いします。早いな、マネージャーは。でもいつもね、これぐらいっすよ。あ、そう。まあ、キャンプやったら。もうちょっと早いときある。9時半。約1時間15分前。そんなもんか。どう、キャンプ。中盤。もう半分超えたよね。超えました。超えましたね。テンションいい顔してる。そうやね。いい感じに疲れてきてるね。いい感じ。コーチが選手の3、40分前ぐらいに来るんですけど、それまでに今ボールとかマーカーとか人とかも出しとくみたいな。なるほどね。一回の練習で水とかどれぐらい減る？あ、でも最近は70本ぐらい。あ、そう。やっぱそんな減んねや。確かにね。もう最後は一回全部入れて、あと一回消して。そのドリンクは、これはあのアミノバイタルさんが提供してくれたっていう、あのクエン酸。クエン酸。結構飲む人増えてきました、ね。へえ。そうだ。俺らの時はなかったな、そんなのないな。なんかスポーツドリンク飲むよりもこっち飲みたいっていう人もいたり、あ、そうなん、両方飲んだりっていう人もいます。へえ。山下多いなのにもう。山下さん両方っすね。なあ、今9時半じゃなくて8時半。どう、全部気持ち込め終わった？気持ち込め終わりました。ひとまずこんな感じなんや。はい。タクちゃん、それ何？これはタオルです。グラウンドでシャワーとか浴びれないんで。ああ、そう。あったね、あったね。やっぱそんなんも、やっぱり、そうか、準備してくれってのはないもんね。何気なくタオル使ってたけど。これ、何入ってんの？これは、キューブ。これはまあ単純に何かあった時の氷とか。ああ、なるほど。氷とこれは、うん、あれレッドブルとか。あの、うわ、レッドブルあんの？入ってます。うまそう。うまそう。これお酒で割ってもうまいんで、レッドブル。さすがっすね。あとこういうゼリーもある。へえ。ゼリーとかあったね、こういうの。サブさん、おはようございます。小杉さん、おはようございます。よろしくお願いします。大さん、お願いします。小杉さん、あの今日2部練ですけども、はい、あの午後からの練習とかも決まってるんですか？午後は大体決まってるのかな。大体そういう時って1日の流れは、ああ、ある程度、はい、スタッフで話して。それ何持ってるん？これにします。ああ、今日立ち上げメニューみたいな。そうです、最初のコアのところ。ああ、はい、けど俺も好きやったわ、あの朝一の、気持ちがいい、うん、グラウンドの、うん、コアトレめっちゃ好きやったわ。なぜさ今日のメニューはどんな感じですか？今日のメニューはまだ試合終わって48時間経ってないんで、あ、そうか、ランニングとエクササイズ中心で、あとはパスドリルして有酸素を変えて午前中をします。はい、いいっすね。鍋さん、セレッソの元気印。
元気ですか。フィジカルコーチの人が厳しい顔したらね、もうやっぱ選手厳しいですもんね。はい、やべえと思いますもん。午後とかもメニューはある程度決まってて、ある程度決まってて午前で、もうこれはあれですか、最後の試合に向けてみたいな、もう逆算して、逆算から、なるほど。今日はこういう強度でやると。選手と直接喋った疲労感と、客観的な数値を、なるほどね。参考に。なんとか怪我が出ないように、はい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 、でもいい強度でトレーニングができる。確かにそうですね。マヨさん何回で何でいきます？22プラス26。おはようございます。頑張ろう。おはようございます。行こうよ、陸。行きましょう。マルさん、サラサラ。アイスないな、マル。後で行くだろ。おはよう。こんにちは、こんにちは。おはようございます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 。Good morning. Good morning. Good morning. こんにちは、こんにちは。おはようございます。いいよ、おはよう。おはよう、鮭。えい、鮭じゃねえだろ。ふか、練習スタートしたけど。今日は、立ち上がりをゆっくりだ。ゆっくり。まあ、水の移動して。まあほぼほぼね、準備終わってるからね、やる。あとは移動とか。なるほど。これって誰に指示されてんのか、水まきは。まあ最近はもう選手がやっぱ濡れてる方がやるって言ってるのと、特に監督ってわけではないし。なるほど、ね、結構まくんやね。そんな、あ、でもこれぐらい巻いて全然問題ない。あ、そうなんや。ここでこれぐらいやっても全然しちゃうんだよ。へー、このグラウンドいいよね。ああ、てかずっと虹できてるやん。でまたそのセッションの間に、間にとか、まあ今で言うとあれなんで、こっちに行きそうなタイミングで向こう逆側に。ああ、なるほどね。あ、もうホースは準備してんねや。基本的にどの練習でもこう事前にこう配置した上で、一人なんで。確かにね。でも大丈夫。大丈夫。元気です。元気です。元気ですか？元気ですか？元気です。マジで。マジで。いいね。慣れたね、日本。ちょっと。もう分かってるね。もう耳が慣れたよね、うん。練習後の洗濯物です。これをいつも洗濯してくれてるのがヒットマン長久さんです。ちゃんと仕分けできてますか？まあ一応は今年のメンバーは、はい、ちゃんとしてくれる。これ上は乾燥機ですよね。そうそう。でもこれはちっちゃいから、はい、こんなもんは持てないから、はい、持てないから分かれてるから、へえ。そのための部屋。失礼します。うっ、綺麗。これが、これを自分でセッティングして、はい、でこうやって、で今はもう、はい、こうやって除湿器を用意してくれるから、はい、すぐ変わってる。昔はこれなんなかったから、はい、
もう暖房しかなかったから、はい、そうっすよね、なかなか乾かんから、だからしかも今日みたいにニブレがあったら、はい、もう干してるのが乾かんと次の全身の部分を暖房洗濯できてても干されへんから、確かに、それは大変。しかもこの時期のキャンプなんてもうみんな厚着しますもんね、最初。だからこれがもう全部いっぱい。そうですよね。畳むのとかもやってくれてるんですもんね、綺麗に。乾いたやつを、はい、持っていって畳んで、はい、でちゃんとこう並べて。確かにこれ並んでたら綺麗な。プーマも喜んでますわ。こんだけ綺麗にしてもうて。片付け。洗濯とか、洗濯もして。確かにまとまってるね。ここは長久さんにバトンタッチみたいな。バトンタッチしてみたいな。主役は長久。確かにね。お疲れした。まあ、ちゃんと分別して。これ今日飲んだ分。そうですね。今日の二ブレンデー。あ、朝も合わせて。朝も合わせて。あんまし出なかった。キリンの。あー確かにね、今5時です、ね、2ブレお疲れっしゃ、あっという間っすね、8時半からおるからね。こんな感じ実際ね、本当なんか2ブレは一瞬っすね。あ、そう、まあそうか、もうずっと投資で、まあ、息早いっすよなあ、もう、夕方っすか、気づいたら夜ご飯。いいね、A sustainable future. Yanmar.